オーディエンスの歓声は聞こえない。倒された暗渠のような殺伐の闘技場。追われる者より追う者のが強い。これまで時代は証明してきています。萩原公平、見守られることもなく、ここで雷神のエース交代劇が起こるのか。圧勝か、それとも若きアウトローが全てを奪い雷神のシンボルが全てをなくすのか。視線がスパークする。ここは殺伐の闘技場。